はい、おはようございます。現在時刻が朝の4時36分なんですが、ちょっとね、久々に、殺人現場ロケということでやっていきたいと思います。ですね、今回の事件はですね、昨日ですね、昨日の午後、3時頃ですかね、に3時45分頃、殺人事件が、起きたということで、それがね、立川市の曙町2丁目のホテルということで、で、そこで、デリヘルの従業員のその女性の方と、20代男性の、2名が、刺し殺されたと。で、その客の方が、ストーカーというか、盗聴みたいなのをしてたらしくて、で、かなり激ヤバの、客だったということで、包丁でめった刺しされて、死亡したと。で、犯人がまだ捕まってないということですね。で、これがその、立川市曙町2丁目って書いてあるんですけど、これが、僕がサラリーマンやってた時に、住んでた家のすごい近くなんですよね。その曙町2丁目の住所まで一緒だから、以前ね、そのバラエティチャンネルさんの密着動画の時に、立川の家、ちょっと紹介したと思うんですけど、すごい近くなんで、ちょっとね、これ現場行ってみようと思います。これ多分繁華街の方だから、多分北口のラブホとかいっぱいあるあの辺だと思うんですけど、多分通ったことある場所なんじゃねえのかなって思うんで、実際ね、ちょっと、現地に行って、状況どんな感じかっていうのをね、見ていきたいと思います。それじゃあ、レッツゴー。はい、ということで、やってきました。立川市、曙町2丁目。はい、懐かしのね、私が。今から、7年前ぐらいかな。7年前ぐらいから、5年前ぐらいまで、2年間ほど住んでいた、立川市、曙町にやってきました。いやー、遠いですね。道空いてたから結構スルスル来れたけど、これ直線距離で言ったらもうかなり遠いんで、そう、よくこんなところから都心まで通ってたなっていう感じですね。はい。ちょっと相変わらずのね、こういう感じの、街ですが、この辺はね、めっちゃ近いんですよ。家はそのこっち側ね、反対側の方に、ここのね、もうちょいその、国立側に行ったところに住んでたんだけど、この辺の繁華街っていうのは結構ありますね、キャバクラとか。全く行ったことないですね。当時は僕結婚してたから、だからその、あんまりその、なんだろう、夜のお店とかは全然行ってなくて、なんだ、揉めてる。酔っ払い。今朝5時ぐらいとかなんですけど、結構、あれですね、こっちの方とか、結構夜のお店がありますね。知らんかった。全然来たことなかったから。そう。これ、裏側見えるかな。ほら、この辺、後ろにね、夜のお店結構あったんですね。全然、ほぼ行ったことない。てか本当に、なんだろう、やっぱ結婚してたから、もうほぼ直帰だったし、あと現場の人たちって夜遅かったから、だから全くその夜のお店に行く機会なかったですね。だから行くとしたら、その本社、東京の本社、京橋に本社があったんですけど、そっちの方に行くときに、銀座の方とか、新橋とかのお店に、その本社の方ね、結構ありますね、夜のお店。知らんかった。料金どうだろう。ぼちぼちですね。そんな高くない感じですね。2時間4800円か。悪くないですね。場所相応のって感じがしますけど、都心よりはだいぶ安い。これですね。ホテルシティ、これだ。こちらが殺人事件の現場ですね。これですね。ここなんだ。なるほどね。近いっちゃ近い。この後ろの電波塔みたいなのじゃないですか。あれ、あっちの方向が僕の家があった場所なんで、ここなんだ。はい、ということで、ここが昨日殺人事件が起きた現場と、警察がいる。警察がいますね。ちょっとあんま撮っちゃいけないか。警察の人がいるんますね。ちょっとあんま近づけないな。警察の人がいますね。ほら、ちょっと映ってるから。ちょっとあんまりやってると職質されちゃうから、これ以上近寄れないけど、ちょっと前通ってみますか。近寄れないな。まだ張ってますね。犯人がまだ捕まってないのかな。はい、警察の人がいます。ち
ちょっとあんまり近寄るよ、まあ、この辺からそうか、近寄れないですね、ダメだ、近寄れない。はい、そこでね、犯人まだ捕まってらしないらしいんで、ああちょっと来たはいいけど無理ですね、ちょっと警察がいるから近寄れないけど、いや、てかここすごいな、こんな繁華街だって全く知らんかったわ、全然知らなかった。じゃあそのなんだろう、行くとしても、いや、こんな、あ、すごいな、これ全部あれじゃん、キャバクラとかスナックとかじゃん、知らんかったわマジで。行くとしてもその南口とかの方のなんかその飲み屋街、まあ、普通のサラリーマンとかが行くような飲み屋街しか行ったことなかったから、この辺はね全然来たことなかったですよね、家からこんだけ近いのに。ああっていう感じですね。あ、ちょっとダメだなこれ、近寄れませんわ。まあつう感じで、家からまあすげえ近いとこなんだけど、ちょっと現場の前無理ですね、これ多分このまま行ったら職質されちゃうから。なるほどね。あ、この辺はもうこういう飲み屋街だったんですね、すごいな、これポールダンスショー開催中とか書いてある、すげえな。あー、なるほどね、そっか、こういう場所だったんだ、秋物町2丁目、家の近所だったけど全然全く、わ、警察めっちゃいるわ、めっちゃいる、てかパトカー止まってるわ普通に、ちょっと映せないんだけど、警察めっちゃいるわ、映せない映せない、ちょっと近寄れない。はい、つうことで現場は厳戒態勢です。ごめん、ホテルシティこれね。はい、つうことですいません、これ以上近寄れませんっていう感じです。まあ犯人がねまだ捕まってないから、まあ捜査とかもしてる最中だと思いますし。はい、つうことで、ホテル結構ありますねこの辺。ああ、こんなラブホとかあったんだ、全然知らんかったわ。はい、つうことでね、一応ちょっとすいません、せっかく来たんだけどこれ以上は近寄れない感じです。で、あ、こっち行くともうすぐあれだわ、あの清水建設の西東京営業所がすぐこっち側にあるから、すごいね、こんな近くでこんなラブホがいっぱいあったってマジで知らんかったわ。はい、まあそんな感じで、あ、ここのね懐かしい、このローソンとかねすげえ行ってたわ、ここのこれ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 、あのローソンね毎朝寄ってた、あの家からその西東京営業所に行く時とかね、ここのローソン毎日使ってた、ここのこれね、このローソン、このローソンで毎朝あのなんかピーナッツパンみたいなの買って、そうこれね、ここ毎日した、はい、っていうね。あ、これヨークシー懐かしい、ヨークシーとねこのラーメンかけつ、ここめっちゃ行ってた、そう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 、この辺はねよく行ってた、そうそう、帰り道とかね寄ってよくあのこの辺行ってたんだけど、はい、っていうね、ここまで来ちゃったらもう表通りですね、はい、もうこっちはもうなんか昼の世界って感じかな、昼の世界っていうか、まあ僕もまあ普通に働いてた頃がこの辺はよく通ってましたね、はい、この辺ね。この辺のドンキとかね、あの品揃えがすげえ悪いドンキね、あーとか言ってましたよ、はい、はい、つう感じで、まあこんな感じでちょっと立川わざわざ来たんだけどすいませんですが、ちょっと収穫があんまりませんでしたっていう感じでした、はい、まあね、ちょっと殺人現場レポートと言いつつ、まあ僕のねちょっと思い出振り返るみたいな感じになっちゃったけど、詳しくはねあのバラエティチャンネルさんのね動画でもう少し詳しく紹介されてるんで、そっちを見てもらえればと思います。はい、ということで取れ高が全然なかったんで、僕がサラリーマン時代に住んでた家に来ました、これです。はい、ということでこれがね、このアートアベニュー立川、はい、こちらにね、2年間くらい住んでました、元嫁とのね
暗黒の結婚生活をね、ここのマンションで過ごしていたわけでございます。ここね、まあ社宅としてはすごく優秀で、家賃がね13万ぐらいなのかな、のところをなんかその福利厚生で3万3000ぐらいとかで住めてたんで、まあ 1LDK かな、ぐらいの結構広いところをね、まあ格安で、ね、ここのゴミ捨て場にね毎日、深夜、2時ぐらいにゴミを捨てに行ってましたよ。3人分の家事をね僕が一人でやって、はい、住んでましたねここに、はい、変わってないですね。まあ去年ねバラエティチャンネルさんとのその密着撮影で1回来たんで、まあその時にね見てる方はいらっしゃると思うんであれですけど、まあ1年ぶりかなに来ましたね、アートアベニュー立川、はい、こちらね、はい、懐かしの私の結婚生活、暗黒の結婚生活を送っていたねこのアートアベニュー立川、はあ、健在ですね、はい、本当にここには苦い思い出しかない、はい、暗黒の結婚生活、はい、ここで送ってましたということで、さっきのね殺人現場から、歩いたら10分ぐらいかな、車だと 2,3 分だけど、はい、っていうね、はい、まあ殺人の被害者が僕じゃなくてよかったなっていう、僕はね元嫁に包丁を突きつけられてとかいう事件もあったんで、はい、もしかしたら何かタイミングが違えば殺人現場がここだったかもしれないという、そんな感じです。でことー